どうも、お久しぶりです。というわけで今回は DLC で追加されたホロン忍びサスケを使っていきたいと思います。ボルトザムービーで、出てきたコスチュームですね。よいしょ。ちょっと久しぶりだからな、操作感がいまいちあれかも。だよね。あ、マジ？おお、マジっすか。やりますね。来いよ。さっさと呼べ。OK。あぶねえ、見えないんやが。割れろ。あーああー、掴まれた。ほいは、うぅ、いいぞ。オッケー、いやー、やりますな。若干重くない？オッケー、オッケー。やべ、はい、いらっしゃい。おーっと、やばい。オッケー、オッケー、よいしょよいしょ。はいはいはい、割れろよ。そろそろ割れるんじゃね。オッもうとどめっしょ、そろそろ。オッケー、あー、奥義当てれたし、オーバーキルだな。いや、なかなか久しぶりにやるとほんと緊張して全然喋れなくなるんですけど。チャクラを試させてくれるのかい？あぶね、千鳥も若干しつこいな。やるしかないかな。いやー、やばい、これやられたかも。はい、あれ、何、ラグ。若干なんかカクつくんだよね、あのムービーっていうか、なんかあれ入った、カットインが入った時。開始。最近さ、ナルスと部屋がなくてさ、困ってんね。オッケー、割れろ。オッケー、よいしょ、いいっすね。覚醒させちゃダメだな。おい、いいぞ。いやー、いや、やべ、これまずいかも。めっちゃ持ってかれる。来いよ。やべ、待って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 、
うわ最悪、覚醒するかと思って、あーやばいかも。ちょっと久々すぎてあれっすね、これだいぶ持っていかれるか。はあ、こんなところか。これまずいぞ。今楽にしてやる。オッケー、間髪入れずにいけ。いけ、割れろ割れろ。オッケー、よーし、危なかった。ちょっと久々すぎてグダグダになっちゃったんですけど。俺とあいつの領域には、というわけでね、ちょ片目見えてる方がかっこいいよね絶対。というわけで、DLC のね追加されたコスチュームでサスケ使いました。まあちょろっとため撮りするんで、これからも何本か開けれるかもしれないです。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。